皆様こんにちは。内藤証券中国株情報の時間です。本日も東京証券取引所内ストックボイススタジオから生放送でお送りします。解説は内藤証券投資調査部有井誠さんです。有井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまず中国株式市場の動きを振り返ってまいります。昨日8月3日火曜日の中国株式市場は、本土市場の代表的な指標である上海総合指数が終値で 3447.991 ポイントと、前の日に比べ 16.294 ポイント安くなりました。一方、香港市場ではヘルスケア関連や消費関連が買われたものの、ネット関連や不動産関連を中心にハイテク株が軟調だったことで、ハンセン指数は 26,194.82 ポイント、前の日に比べ 40.98 ポイント安となりました。本土市場は週初めに大きく上昇しましたが、昨日は本土、香港ともに上値の重たい展開となりました。それでは有井さん、解説をお願いします。はい、本土市場では先週前半に急落した反動から自立反発を期待した買いが優勢となっています。中国証券監督管理委員会が28日夜、急遽国内外の投資銀行幹部とオンライン会議を開催し、今回の教育分野への規制強化は的を絞ったもので、他の業界にダメージを与える意向はないと説明したとの報道など、中国政府による規制強化拡大に対する投資家の懸念を払拭に努めたことで買い戻しが入りました。また中央銀行である中国人民銀行が株価急落直後の先週29、30日にオペを通じて市中に供給する資金を通常の100億元から300億元に引き上げたことも短期金利の低下につながり、市場では好感されました。さらに今週月曜日2日に財新マークイットによる7月の製造業 PMI が 50.3 と発表され、市場予想の 51.0 に届かなかったものの、悪材料の出尽くし感が広がったことに加え、景気拡大への期待感が膨らんだことで株価を押し上げる材料となりました。ただ今週月曜日2日の終値時点で上海総合指数が200日移動平均線近辺まで回復したことから、昨日は利益確定を急ぐ動きもあり、全体としては好動きでした。はい、わかりました。では香港市場はどのような動きだったでしょうか。香港市場も先週火曜日27日にハンセン指数で 25,086 ポイントをつけた後、反発に転じております。特に23から27日にかけて大きく下落したヘルスケア関連が買い戻されたほか、不動産管理サービス大手のカントリーガーデンサービスが発行済み株式数の最大 10% の自社株買いを行うとの意向を表明したことで大きく反発しました。同社では27日終値時点で50香港ドル近辺まで下落した同社の株価水準は企業価値を十分に反映していないとしています。また半導体メーカーやその関連銘柄も買われました。米中対立を背景に、一昨年末頃から中国政府系ファンドの資金が半導体並びに関連銘柄に流入しており、政府による規制強化の動きから遠い銘柄と判断されたようです。さらに中国共産党の中央政治局が30日に開いた会議で、今下期の経済政策の重点として新エネルギー自動車の普及、重大エンジニアリングプロジェクトの建設加速、カーボンニュートラルに向けた施設の着実な実行、賃貸住宅市場の拡大、海外市場への上場を監督する制度の整備などの方針を示したことから、電気自動車関連や第5世代規格移動通信 5G 関連、太陽光パネルメーカー、風力発電設備メーカー等の株価も上昇しています。ただ昨日は規制当局が自動車用半導体の価格を意図的に吊り上げた疑いがあるとして販売業者に対する調査を開始したとの報道を受け、関連銘柄の株価が大きく下げました。また足元、香港市場ではハンセン指数が 26,000 ポイント台半ばで上値
抑えられており、200日移動平均線を大きく下回る状況が続いています。さらに26日から27日の下落過程とその後の安値圏で売買代金が通常の2倍前後と急増しており、今後短期筋による戻り売り圧力が強くなると考えられるため、目先の利益確定売りをこなして本格的な上昇へと転じるには相当の時間と力が必要となるでしょう。はい、わかりました。それでは次にセクター別の動きについても解説いただきたいと思います。こちらのグラフは半生総合指数におけるセクター別の指数を同指数で年初来高値をつけた2月17日を 1.0 として半生総合指数との相対的な動きを表したものです。このグラフが示す通り、足元では紺色の素材セクターやオレンジ色の電気通信セクターが比較的堅調な動きです。素材関連ではリチウムイオン電池の部材関連の一角が買われたほか、商品価格の上昇を背景に非鉄金属などもしっかりした動きでした。また電気通信セクターも第5世代規格の移動体通信サービス拡大を期待した買いが入ったようです。さらに足元ではヘルスケアセクターも直近の急落の反動から買い戻されています。逆に情報技術セクターが依然として低調です。規制強化への懸念が払拭できない上に、国営新華社系の経済誌がオンラインゲームによる青少年に与える有害性を非難する記事を載せたことから、当局によるゲーム産業への取り締まり強化を警戒する売りが膨らんでいます。過去にも教育制度改革の中でオンラインゲームの有害性が指摘され、オンラインゲーム商業化への政府の認可がなかなか下りない時期があっただけに、今回の教育産業に対する規制強化の動きから連想が働いたようです。一方、その他のセクターはおおむね横ばいの動きとなっています。はい、次に米国市場での中国株の動きも見ておきたいと思います。米ナスダック市場に予託証券 ADR を上場している中国系銘柄の動きを表したナスダックゴールデンドラゴンチャイナ指数とハンセン指数をグラフにしています。両指数は構成銘柄が一部で異なるため同一の動きをするわけではありませんが、米中両市場における投資家のセンチメントを表していると言えます。両指数を見ると、昨年後半から今年2月頃は比較的同じ動きでした。しかし今年2月に入り、ネット関連への規制強化の動きが鮮明となってきたことから、ナスダックゴールデンドラゴンチャイナ指数はハンセン指数を上回る大きな下げとなっています。2月の直近高値から7月27日までの下落率はハンセン指数の2割程度に対し、ナスダックゴールデンドラゴンチャイナ指数は約5割下げました。米中対立激化への懸念が売りにつながったほか、中国政府の規制強化も香港市場以上に米国市場で嫌気されているようです。また今回の教育分野に対する規制強化の動きも香港市場よりも米国市場での反応の方が大きくなっています。7月に発表された教育分野への規制強化が教育産業における株式会社の存在を否定するかのような予想を上回る内容だっただけに、今後海外投資家の中国株を見る目は一段と厳しくなるでしょう。そのため海外投資家の資金が本格的に戻ってくるには相当の時間が必要であり、それまでは新エネルギー関連など政府の意向に沿った銘柄を個別に物色する動きが中心となると考えています。はい、ありがとうございます。以上、直近の中国相場の解説でした。この後は知って得する情報コーナーです。知って得する情報コーナー。このコーナーでは中国にまつわるさまざまな話題を取り上げてまいります。今回はどんなお話になりますか？今回は週足の指数チャートと移動平均線を持ち、足元の株価について解説したいと思います。ではまず上海総合指数と移動平均線をご覧ください。はい、ここでは青いラインが13週移動平均線、緑のラインが26週移動平均線、
赤いラインが52週移動平均線を表しています。特に注目していただきたいのが、過去約1年間の週足終値を平均した52週移動平均線です。はい、赤いラインですね。上海総合指数では、昨年6月中旬に52週移動平均線を上回って以降、今回初めて同指数を下回ってきました。そこで次のページ、上海総合指数と52週移動平均線及び乖離線をご覧ください。ここでは52週移動平均線のほかに移動平均線と上下に 10% 乖離した線をオレンジ色で、 20% 乖離した線を緑色で表しています。はい、また上海総合指数が下落局面で52週移動平均線とぶつかった地点を丸印で囲みました。過去の動きを見ると、この高点に達した際、上海総合指数が 1,2 週間で短期的に反発したときは、もう一段の上昇が期待できるものの、もたつくようであればさらなる下落とつながっています。今回は上海総合指数が52週移動平均線と交差して、まだ2週目と日が浅く両方の可能性が残されていますが、8月中旬頃まで相場がもたつくようであれば、52週移動平均線から 10% 下方乖離した3100ポイント近辺を確保しておく必要があるでしょう。一方、短期的な調整で済んだ場合は 10% 上方乖離した3800ポイント前後が視野に入り、年初来高値を更新することでさらなる上昇が期待できます。はい、次にハンセン指数と移動平均線をご覧ください。ハンセン指数も上海総合指数同様、週末終値で先週52週移動平均線を下回ってきました。はい、さらに次のハンセン指数と52週移動平均線及び乖離線をご覧ください。ハンセン指数に関しては、過去の動きを見ても52週移動平均線が下値支持線として機能している場合がほとんどありません。その代わり、52週移動平均線と 10% 乖離した水準、 20% 乖離した水準が上値抵抗線や下値支持線となっており、ほぼこの間で動いています。今回も27日ずらばで 24,748 ポイント終値で 25,086 ポイントをつけ、一時52週移動平均線に対してほぼ 10% 下方乖離した水準まで下落した後、 10% 乖離した水準を割ることなく反発に転じています。そのため、今後もう一段の上昇が期待できるでしょう。ただ相場全体が軟調な動きとなり、 10% 乖離した水準を下回るようであれば、次の 20% 下方乖離した水準、2万2000ポイント前後まで下落する可能性があり、注意が必要です。ポンド、香港両市場とも中国政府による規制強化の動きが払拭されておらず、良好な相場環境とは決して言いませんが、チャート上では今後 1,2 週間のうちに大きな変化がありそうです。はい、どちらの可能性もあるということですね。わかりました。今回は株価指数の移動平均線について解説していただきました。それでは本日はこのあたりで失礼します。アリーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。